この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイトユーストリーム、D ファインポッドキャスト、以上3局ネットでお送りいたします。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔のみで本日はお送りをしてまいります。海坊主さんなんですけれども、今日はお休みをいただいております。さあ、夏ですね。8月に入りましたよね。夏休み楽しんでいらっしゃるね、お子様も多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ北海道の夏はあっという間に過ぎ去っちゃいますからね。7月後半はそれにしても本当に、暑い日が続きました。これは札幌で、収録をしているんですけれども、札幌はもう6日連続真夏日だったという日もあったぐらいでね、本当例年に比べて厳しいんじゃないかなこの暑さはっていう風にね思うくらいでございました。皆さんお住まいのところはねいかがでしょうか。もう全国的には本当ねうだるような暑さというのはまさにこの通りっていうね、本当大変な状況でありましたけれどもね。まあ8月に入りましてまだまだ暑さ続くと思いますので、どうぞ皆さん体調管理お気をつけいただきたいなというふうに思います。さあ今日なんですけれども、橋のペナントレースが最終回を迎えますので、あまりここのトークを長めにしないでサクッといきたいなというふうに思ってるんですよ。というのは海坊さん呼ばなかったのはそのためなのかなあまり無駄話をしてもなというふうに思ったものですから、今日の放送はですね、本当橋のペナントレース2012の最終戦に本当絞って、感動のかわかんないんですけれどもまあその最終戦の様子をじっくりとお届けしたいなというふうに思っております。この後すぐスタートです。ノースアイランドをお送りしております。橋のペナントレース2012、いよいよクライマックスを迎えます。今日でこの音声を聞くのも皆さんラストでございますよ。なので改めていきましょう。海坊主さんが言ったこのコメントから企画が決定しました。どうぞ。海坊さん、はい、今年の春何を始めたいですか。今年こそはもうね、これランニング、もうね、これランニング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 。はい、もう聞けませんよ皆さんね。ランニングをしたいというところから始まったこの企画。ルールです。札幌市内を流れる豊平川に架かる橋へ行きまして、その素晴らしい景色とともに海坊主さんが走ります。その橋ごとに制限時間がありまして、時間内に渡りきれば勝利です。39戦のうち25勝すれば優勝。橋のペナントレース、海坊主さん制することができるんでしょうか。で、豊平川なんですが改めて紹介しましょう。石狩川水系、石狩川支流の一級河川です。札幌市の中心はこの川が形成した扇状地の上にありまして、市街を貫流する豊平川は利水治水の両面で札幌にとって最も重要な川でございます。2009年から計4シリーズにわたって放送してきました橋のペナントレースは最終戦、第38戦を終えて通算17勝13敗8積み残しという状況でした。で、最終戦が39戦目の仮木大橋という橋です。この橋は豊平川に架かる橋としては最長でありまして、最下流に位置する橋であります。北海道の大パノラマに囲まれて海坊主さんがラストランをしているんです。638メートル、これまでの橋にはなかった距離であります。前半戦を終えて1分8秒09というタイムです。残りは約400メートル、
タイムリミットは3分1秒という状況まで先週お伝えしたんですけれども、今日はせっかくのこの最終戦ですから、前半戦から、先週もし聞き逃してしまったという方が、ね、いらっしゃったらと思うので、前半戦から改めて今日はこの最終戦カリキオ橋を完全放送でお送りしてまいります。2009年から行ってまいりました橋のペナントレースはついに今日決着です。橋のペナントレース2012最終戦カリキ大橋、勝てば優勝の大一番、それではお送りしましょう。どうぞ。言いました。さあでは行きましょう。前半です。よーい、スタート。スタートしました。ウィボーさんの前半であります。1212とスタートダッシュはかなりいい状態であります。車と一緒に走ってくる、そんなような状況です。1212と軽快に、さあ速度を上げてきているかウィボーさんであります。最終戦であります。時間は20秒を経過しました。まだ中間地点に達していません。この前半戦ウィボーさんの走り、しかし軽快に見えますよ。さあ上り坂をもうすぐ上り切ろうかというところであります。前半は上りが多い。1212、ちょっとウィボーさんの疲れが見えてまいりました。やや蛇行し始めました。まだしかし余力は残しておきたいところであります。40秒経過です。しかしペースとしてはなかなか良さそうであります。ウィボーさんです。1212とちょっとこの辺りで疲れが見えるけれども、なんとかしたい。ここでなんとか伸ばしていきたいところであります。さあ前半戦まずは 200m ほど、何秒でクリアできるんでしょうか。ウィボーさんがやってきた。苦しいところであります。苦しいところ、残り 10m、 やや蛇行しているぞウィボーさんが。さあ1分を経過したところでありますけれども、今前半ゴールインであります。ただいまなき楽、前半戦1分8秒09。まずは予告通り1分10秒を切ってきました宇郷さんであります。かなり険しい表情です。さあこの後すぐ中盤戦に入ります。抽選です。ここでまたプラスを拾っておけばいいんです。そうですね、プラスを取ることによってさらに自らの戦いが楽になります。おっと座り込みました宇郷さんです。かなり厳しい状況です。まだあと 400m ぐらいあります。足をほぐします。さあ大変な最終戦、宇郷さんが若干足を痛めたか。最終戦だから本気を出そうと思ってね頑張って走ったんですよ。もう無理っす。抽選です。中盤戦上から何枚目。じゃあ6枚目で。6枚目、はい、1、2、3、4、5、6枚目はこの数字です。じゃん、マイナス5です。先ほどのプラスが一気に減りました。ウィボーさんが今指一本立てています。そうです、今残っている秒数は1秒です。プラス1秒です。プラス6秒ならさっきのかなりいい感じだったじゃないですか。はいはい、1秒だと違いますね。状況が一気にマイナスの方向に行きました。いや、プラス思考で頑張りますよ。まだマイナスじゃないんです、ね、ま、一応まだ設定タイム上は3分1秒です。はい、頑張りますよ。こっからですよ。3分1秒のうちの1分8秒09が過ぎたまでです。さあ、じゃあ一応聞きますよ。全国、28万人の、なんで減ってんすか。めっちゃ頑張ったのに、なんで減ってんすか。まだ勝ってないから。そうですか。ウィボーさんの皆さんに一言。頑張りますよ、もうみんな帰ってきて。いよいよ中盤戦です。頑張ってください。さあですが前半終わって1分8秒09は、これはまずまずではないでしょうか。
3分1秒という、まあ、設定タイム上はね、若干これでマイナス5秒というのは痛いですけれども、決して厳しい状況ではないですけどね。ちょっとこの時間になりまして、快晴だった空なんですけれども雲が出てまいりまして、やや肌寒くなってまいりました。橋のペナントレース最終戦、カリキオ橋の戦いは中盤戦に入ります。この中盤戦はちょうど橋の頂点部分、豊平川をまさに上を走るという状況、そして豊平川を過ぎた後もサイクリングコースやあるいは空き地が広がっております。そこを股にかけるという海坊主さんです。前半戦は1分8秒09でした。この中盤も1分ぐらいで来たいところでしょう。だいたい2分10秒あるいは2分20秒ぐらいであれば、最後は下りですので40秒もあればかなり優勝は近づいてくるというふうに言えます。勝てば優勝なんです。カリキ大橋の最終決戦、行きましょう。終盤戦、カリキ大橋、よーいスタート。さあ中盤戦が始まりました。1-2-1-2-1-2という海坊さんのペースはやや落ちているようにも見えますが、疲れがまだ残っているか、足の状態はどうか。まもなく1分25秒というところであります。ですがここはやはり上りじゃない分かなり楽に走っているようにも見えます海坊さんであります。1分30秒過ぎました。さあこれは2分台で来れそうな感じであります。これはなかなかいい感じ。海坊さんが走って残りがさあ50m、60m というところに近づいてまいりました。 1-2-1-2-1-2 と走ります海坊さん。やや足の上は揺れますけれども大丈夫でしょうか。1分50秒を経過というところであります。海坊さんまたここもちょっと疲れてきました。海坊さんやや疲れてきました。さあ残り時間がいよいよ気になりますけれども、残り 10m、 頑張れ海坊さん。残りはさあもうすぐだ。海坊さんが今中盤戦のゴールイン。ただ今の記録はどうでしょう。ただ今の記録、中盤を終わって2分3秒87、2分3秒87であります。残り1分というところになります。海坊さん、お腹が痛いってことですか。横っ腹痛い横っ腹痛いし、すげえ喉がカラカラだし、あの今までにないんですよ。ないんですよ。何がですか。今までにないサインを体が出してくる。最終戦らしいじゃないですか。左のケツもなんか痙攣してるし。なんかあのやばいっすよ。とうとうやばいラインまで来ましたよ。このやばいラインに来たところで残り時間が1分を切ったという、そういう状況でご覧ください。ゴールが見えてきました。最後はやっぱり、はい、何の因果かカード次第ってことでしたね。こんなに頑張ったのに最後はやっぱりカード次第だって言って、このタイムを切ると。残り58秒がないぐらいですね。ですから距離的にはこれ1分欲しいところですもんね。カード次第です。今まで、まあ、38試合ほぼ全てカードによって勝敗が分かれました。この最終戦も今まさにカードによって運命が大きく左右しようかとしております。さあ行きましょう。ラスト1枚、上から何枚目。下から5枚目。下から行った。
下から5枚目、1、2、3、4、5枚目はこれです。じゃん、プラス5秒ウィモンさん勝利へ前進。さっきのマイナス5が0になりましたよ。さあこれは、これはこれは見えてきた。1分4秒でしょ。はい、これは頑張りますよ。まあ、走り終わったとケツの片っぽがなくなってても左ケツがなくなっていようが構わない。日本でだいぶダメージは蓄積されてますからね。まあそのダメージ次第ですけど、あの下りで転ばなければそうですね、あまりにも多分今下半身のダメージひどいので、踏ん張りが逆に効かないって転げ落ちるかのようにゴールするかもしれないですね。ですから転ばなければ受けますね。まあ負けはしないラインですよ。これはいきますよ。これこのラスト1本に3年間の、はい、そして9勝分全てがかかってますからね。レインボーブリッジいきますよ。さあ全国、全国のです。あ、もうリンク出ないな。16万人のウィモンファンの皆さんにこんなに頑張っていい姿で走ってるのにファンがどんどん減るのか。これはもうね、あのモチベーションも下がりますよファンのこの減り方は。まあ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 、16万人のウィモンファンの皆さんに、この橋のペナントレース最後の一言をどうぞ。優勝カップ持って帰ります。いよいよ第39戦ファイナルの後半です。橋のペナントレース優勝へ向けて視界は開けました。3分6秒という設定タイム、現状ミボーンさんの時間は2分3秒87を費やしています。1分と2秒ですね、残っています。残りの距離なんですが、だいたい 200m あるかないかぐらいかと思われます。ですが下りです。これまでの走りを見ていくと、設定タイムの3分6秒はクリアできる距離です。最後の下りなんですが、やや道路が荒れています。舗装している部分が荒れています。でそのあたりでの転倒がなければ、普通に走ればウィモンさんの勝利はかなり近いか、そして優勝はかなり手繰り寄せたと言っても過言ではないでしょう。橋のペナントレース最終戦、これが最後です。私のスタートの合図も最後となります。海坊主さんが見つめます。その先には橋のペナントレースのゴール、そして優勝の二文字も待っています。さあスタートの合図です。行きましょう。よーい、スタート。スタートしました。ウィモンさんであります。1-2、1-2、1-2と、ここは少し最後の最後の走りだけに力を入れてまいりました。ウィモンさんの最初の標識を通過であります。まだ2分20秒、これは余裕があるぞ。ウィモンさんが走ってくる、まだこれは余裕があるぞ。1-2、1-2、1-2と最後のラストスパートは下りです。転ばないように行きたいところ。最後のラストスパートは、これが39戦目最後のスパートであります。橋のペナントレース最後の最後の戦い、ウィモンさんが走る、時間は余裕があるぞ。優勝へ向けて今ウィモンさんがやってきた。ゴールだ、ゴールだ、優勝へのゴールだ。ただいまの記録2分46秒06、2分46秒06、ウィモンさん優勝。やりました。2009年から走り続けてきたこの男、
今札幌市の一番端にあるこの他力を走って栄光をつかみ取りました。放送席、放送席、優勝インタビューです。おめでとうございます。ありがとうございます。2009年の豊か橋から数えて39戦見事優勝を果たして、まず率直な感想をお願いします。何て言うんでしょうね、長くもあり短くもあり、橋っていうのは、海坊主の体の一部ですね。今走り終えて、橋というのは体の一部というお話がありましたが、一番印象に残っている戦いありますか？いや、どの子もやっぱり印象には残ってるんですよね。どの子も印象には残ってますが、やっぱりこのラストの橋、この橋がやっぱり一番良かったですね。このラストの橋、仮橋大橋、何か走っているところで、走っている最中に何か思い描いた部分などありましたか？いや、もうね、一心不乱ですよ。もう余計なことは何も考えずにこの橋と向き合ってました。優勝しました。今このお気持ち、最初に誰に伝えたいですか？こう3年間ずっと走り続けてきた橋たちに、俺やったよって、俺ここまで大きくなったのは君たちのおかげだよって伝えてあげたいですね。全国118人のウィボーズファンの皆さんが見つめています。なんで勝ったのに、なんで勝ったのにそんなに激減してるんですか、ファンの人が。もう桁が全然違うんですけど、いや、もちろん118人でもすごい嬉しいんですけど、最初なんかすごい何百万人とかいたなと思うんですけどね。一言お願いできますか？おかしいでしょファンの入れ方がおかしいとしか思えないですね、今はね。その一言ですよ。それ以外に出ないですからね。それでは最後にクライマックスシリーズへ向けて一言お願いします。初めて聞きましたけど、CS があるって初めて聞いたんですけども、なんでクライマックスシリーズが あるんですか？ですね、はい、クライマックスシリーズ、はい、グランドレース優勝しましたよね、はい、したよ。クライマックスシリーズに向けて一言お願いします。あるんですか？クライマックスシリーズがあるんですか？この橋ペナにも、橋のペナントレース優勝しましたよね。しました。クライマックスシリーズに向けて一言お願いしたいんです。なんで質問に対して何も答えてくれず同じことしか言わないのか分かんないですけど、リポーターとしてどうかと思うんですけど、いや聞いてないのでやる予定はないですけどね。クライマックスシリーズの相手は手強いかと思いますが、一言お願いします。答え何であろうと聞く質問決まってるのやめてくれません？何その変なリポーターは。で、相手は誰なんですか？相手手強いでしょうけどみたいな、誰なんですか相手は。誰が上がってきても勝てるという自信はありますか？おい、誰かこのリポーター変えろよ。なんだよ何このカンペ通りというか、もう決まったことしか質問しないリポーター、何なんすかこれ。いやだから言ってんじゃん、やらないって言ってんのに誰が勝ってきてもみたいなこと言うのおかしいでしょあなた。クライマックスシリーズの先には日本シリーズもありますが、まだ言うんですか？だから出ないって言ってんの。日本シリーズの前に、日本シリーズの前に出ないって言ってるでしょ。本当に短期決戦となりますけれども。知らねえよ短期決戦となりますが、投手陣などは揃っていますか？いや揃ってないし、走ってきたの今まで一回も投げてないから、なんでいきなり種目変わってんの日本シリーズになって
次なる戦いももうすぐありますので頑張ってください。はい、頑張ります。放送席どうぞ。見事な見事な優勝でありました。いやー、ミボーズさんが本当この2009年からのね3年間の思いを全てぶつけて走りましたね。もうほとんど足は動かない状態だったみたいなんですけれどもね。で、今日ミボーズさんの余計なあと終わってからのお話っていうのをねこのスタジオで言ってもらってもなんかあれじゃないですか皆さん。なので今日はまあ美穂さんには放送 その収録のねロケの様子のコメントだけで終わらせていただいて、ここからはねなんか私のみのコメントでいいんじゃないかなと思っておりますが、まず一つ皆さんに、お伝えしたいのがクライマックスシリーズという話もありました。これどうなんですかね、あるんですかね。あるんですよ。クライマックスシリーズは橋のペナントレースクライマックスシリーズはこの秋放送予定でございます。ですので皆さん橋のペナントレースはまだ続きます。そして日本一をかけてなんて話もありましたよね。もしかしてもしかしてそういうことがあるんでしょうかね。海坊さんがちらっとレインボーブリッジなんていう話をねしてるんですけれども、さあ、北海道を越えてしまうのかノースアイランド。どうぞどうぞ橋のペナントレースの今後にもご期待ください。なお橋の上を走るのは危険ですので、どうか良い子は真似しないようにお願いいたします。橋のペナントレースは今日で終了となります。次回からは新企画になりますのでね、どうぞこれもご期待ください。もうロケは終わったんですよ。動画サイトユーストリームのノースアイランドインユーストリームの方では実はロケの様子ちょっとね放送したりもしてましたけれどもね、一体どんな展開が待っているのかどうぞご期待ください。最後にお知らせです。山田大輔と海坊主が、月刊ボラナビという雑誌に、フリーペーパーですね、こちらに掲載されております。ぜひよかったらご覧ください。道内あるいは全国の皆さんもカタカナでボラナビで検索していただければ、その様子見ることができます。カタカナでぜひインターネットでボラナビと検索をしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは次回からは新企画のノースアイランド、どうぞご期待ください。お相手この時間山田大輔でした。また来週です。さようなら。